出発進行、ドンブラ行。オーライ、ストップ。腹いっぱい積むぜ。おお、ソニーじゃないか。元気にしてたかおかげさんで、ね。課長も元気そうで何より。満タンラジャー。いや嬉しいね。だな、こんな風に気兼ねなく、安心して運べると。 仕事に張り合いが出るってもんだ。うんうん。吸ったもんだがやっとこさすんで、仲良くなってくれて、ほんと助かるよ。エジプト東部、市内半島北部、国境を間近に控える町、アリーシュ。地中海と面するその海岸線に、巨大な生成施設がある。敷地内で生産されているのは、シーフユエルとも呼称される。 コペルニシウム由来の合成燃料、コペトロナス。この新しい純再生可能エネルギーは、枯渇した石油に代わり、運命を支えるエネルギー群の一員として、近年、注目を集め始めた。ソニー、お前、少し腹が出てきてないかさては、新しい恋人でもできたな課長、何でもお見通しですね。 その通りなんですよ。可愛くて仕方がないんだ。おいおい、ずいぶんのろけてくれるね。彼女の手料理は、そんなに美味しいのかええ。栄養管理も味もバッチリ、俺が苦手な食材も食えるようにしてくれたっす。連結された長い二つのタンクが、琥珀色のコペトロナスをどんどん吸い上げている。 辺りには少し甘い香りが漂い、植樹された暴風林の清々しい空気とともに、私の鼻空をくすぐる。それはまるで、駐車場は木にある喫煙所で C 社をたしなむ人々や、ベンチに腰掛け、冷えたジュースを飲み干す人々を映しているかのよう。いい彼女だな。エジプト国籍を取って、結婚しろよ。こっちなら、 AI と人類だって OK だ。そうしたいっす。相手が AI でも気にしないって彼女が言ってくれるなら。大丈夫だろう。昔と違って、そういう形はもう珍しいことじゃない。愛情は愛情だしさ。嬉しいなあ。そう言ってもらえると、AI として生まれたこと。よかったなあって思うっす。 間もなく満タンとなる白亜のタンクローリーは、エジプトのアリーシュとトルコのイスケンデルンを結ぶパラレルハイウェイを使って、周辺諸国を巡りながらコペトロナスを届ける。届け先は各種生産拠点、鉄鋼、電力、農業、水産、建築など、重量級の機械類を稼働させている大型施設だ。彼らは、 サンタクロースの到着を待ち焦がれている。昨今の争いの影響で供給が途絶えていたからだ。その集結を迎え、協力姿勢が社会全体に浸透したことで、ようやく安全に運搬できるようになった。広大さで有名なこの駐車場も、真夏のお祭り会場を思い出させるほど、大量のタンクローリーでひしめき合っている。ほんじゃ。 そろそろ行くかねみんな待ってら。今日は日暮れまで走り道次だいおうよ。安全運転よろしゅう。パイプラインの回復までは、お前たちが頼みの綱だ。出発進行をどんぶらこ、ドンブラ校。行ってだまただ。ME14 年、2月1日。セルシスエナジー、アリーシュプラント。 ソニー・スライル・ムスティ。